綺麗な油やね。はい、油こだわってますね。え、これほんまに分かりますよ、油こだわってるのが。みーみゅんチャンネル TV、 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こんにちは、みゅみゅのはんなり京都 TV どすえ。はい、今日は私八幡に来てますよ。こちらにちょっと面白いコロッケ屋さんがあるということで、こちらのオーナーさんからご依頼をいただきまして、ご紹介させていただくんですけども、コロッケコロッケだけどもされどコロッケね、すごい面白いコロッケなんですよ。ではそちらのお店を本日はご紹介していきますので、みんなの集ついてきなさい。場所はですね、こちら分かりやすいですよ、八幡市役所の真ん前、こちらです。コロッケ専門店ニトラ屋さん、めっちゃ可愛らしいでしょ。すごいんですよこれ。こちら出来立てですよね。そうなんです、 9月1日で1周年迎えてらっしゃるんですよ。9月1日からメニューも料金も変わってきますので、そちらもお伝えさせていただきたいと思います。あ、社長さんこんにちは。こんにちは、今日はありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。変わり種コロッケ楽しみにしてます。変わり種コロッケ、九条ネギと、はい、黒豆と、はい、タケノコ。いや面白いですね、京都らしいですね。京都の素材を使ったコロッケ、いやすごいやらせてもらってます。はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、いや可愛いお店ですよね。1年ですよ1年ね、こんなお店あったんですね。市役所前来てたけどなんか全然気づかなかったですね。では早速メニューをご紹介していくんですけども、こちらテイクアウトメニューもいろいろ取り揃えております。そしてちょい飲みセット1000円、こちらも選んで飲むことができます。定食がこちらね、お昼の定食と夜の定食とあるんですけども、 ABC 定食とミックス定食、昼は ABC 定食が700円、そしてミックス定食が750円、そして夜が、こちらの ABC 定食がちょっとアップしまして900円のみセット、さっき紹介したちょい飲みセットが夜に登場します。私は ABC 定食でここに今ちょっと A が九条ネギ、 B がタケノコ、そして C が黒豆でこう単品選べるんですけども、これ全部食べてると大変なことになるので、私はこの定食今日特別に九条ネギ、タケノコ、黒豆3種類ちょっといただいて定食を作っていただきたいと思います。その後にまだ変わり種のねメニューがあるので、そちらもご紹介したいと思います。ではまずはビールからいくと思います。ではでは、まずはキンキンに冷えた生ビールから乾杯していきたいと思います。見てグラスもキンキン、嬉しいね。中瓶550円、いただきます。では皆さんお疲れ様でした。社長お疲れ様です。遠くから映ってる、乾杯。はい、では美味しいコロッケを巻きたいと思います。このミトラってことなの？はい、3匹のトラで、ミトラです。そういう意味なの？はい、名前も3のトラの屋号のミトラ屋。これは何かそういう神社がある？あ、ないです。ただ僕がトラ年なだけです。なるほど、かわいいミトラちゃん。僕がトラ年で、はい、えっとが3匹揃うとその家が栄えるっていう、へえ、なんかそういう言い伝えがあって、それでミトラ、それで3匹揃った。へえ、
店長さん直々来ましたよ。はい、お待たせしました。はい、めっちゃ豪華。こちらですね、九条ネギコロッケ。九条ネギコロッケ、はい、でこちらがカレータケノココロッケ。タケノコ、カレータケノコね。はい、はあ、でこちらが京丹波の黒豆のコロッケです。へえ、ご飯山盛り来ました。ありがとうございます。嬉しいです、はい、ではいただきたいと思います。来ました、来ました。店長さんも社長さんも分かってる模様で、山盛り、山盛りです。面白いですよこれ本当に。今ね、店長さん説明していただきましたけども、九条ネギとタケノコと黒豆ではね、早速いただいていきたいと思います。いただきます。こちらが九条ネギですよ。九条ネギどんなのやろう。持った感じでもうサクサク、まあ、何もつけずにいただきます。何もつけずでも大丈夫と言ってたのでいただきます。うん、全然違う。コロッケというかもうなんかおかず、おつまみ、お芋のね味がしっかりしてるので、ほんと何もつけなくても美味しいんですけども、店長さんおすすめのこの岩塩、これめっちゃ合う言うてのが分かります。なんかねポテトフライ的な感じ、美味しい美味しい。ポテトフライ、ネギがまた生きてて美味しい。これはちょっと斬新だ。九条ネギ岩塩、コロッケの概念を覆してますよ。うん、言ってた通り、これめっちゃ合う岩塩。そりゃ早速いきますよこれ。お米もパーフェクト。では続きまして、たけのこさんです。たけのこさん、こちらがねカレーコロッケならぬカレーたけのこコロッケ。もう見るからに見てこの美味しそうな断面。たけのこ入ってるの初めてかもしれへんこれ。たけのこコロッケ、うん、カレーがねガツガツしなくて美味しい。たけのこの素材をちゃんと生かしてるカレーの風味。この歯ごたえいいですよ、このタケノコの歯ごたえ。うん、カレーとタケノコって合うんやんだこれ。うん、とね、こちらのねコロッケ、社長さん曰くお酒に合うコロッケ、ご飯もちろんなんですけどお酒に合うコロッケを開発されてるそうで、なんとねワインに合うらしいんですよ。ちょっと最後ね、黒豆これ珍しいでしょ、丹波篠山かみたいな感じなんやけど、黒豆のコロッケなかなか本当今もこれ九条ネギも面白いし、ありそうでなかった九条ネギで、タケノコカレーも面白い。で黒豆、黒豆のコロッケとちょっとねワインが合うということなんで、白ワインでいただいてみたいと思います。社長さん白ワインいただいていいですか。はい、あらまおしゃれに来たじゃないの。本当にこんなおしゃれに来ましたよ。黒豆ちゃんですよ、黒豆ちゃん、黒豆ちゃんでいただきたいと思います。さっきのねタケノコもネギもそうなんですけど、風味がちゃんと生きてる。黒豆の味がしっかりしてるんですよ、残しつつ。白ワイン、あーすっきり。ワインとコロッケって初めて食べて飲んだけど、普通にこれありかもしれないですよ皆さん。直接やっぱ
ぱりほらこれも農家のお米めっちゃ美味しいと思ったわ。うん、パン粉とかも全然違いますよね。パン粉も4種類あって、そのコロッケに合ったパン粉に全部入れてもらってるんで、ね、カリッカリのサクサクで全然本当に今までのコロッケを覆す感じですよね。全然違う。お腹もふっくらふくふく膨れてきてるんですけども、まだまだちょっと紹介したいお料理があるので紹介していきたいと思いますよ。次はこちら、来ましたね。これやばくないですか。これ店長さらっと置いたけど、これさらっと置いたけど、何これ、社長何これ、これが、はい、お出汁特製の特製お出汁、これのためだけに、このためだけに作られたお出汁、はい、やば、すごいな、はい、お出汁屋さんといろいろ相談して、はい、これに合うんじゃないかという。え、不思議。あったかいのね、これやっぱりね、はい、お茶漬けね、熱々にしております。え、これ溶けていってるね。そうですね、なのでちょっと目でも楽しんでいただけたらと思います。すっごいいい匂い、お出汁の。そうです、ね、すごい生きてるね、コロッケが生きてるね。コロッケ生きてるよ、店長。生きてるね、これ。生命を感じる。生命を感じる。やばい。このコロッケ茶漬けのためだけに生まれたスープ、わーお、うまっ。ありがとうございます。うまっ。うどん入れてもね、そば入れてもいけそうな感じだけど、このコロッケに合うようになってるのね、はい、すごい、コロッケ入ってるって不思議。こんなシーン見たことないんじゃないですか皆さん。この激うまの出汁に生きたコロッケを崩していく、そしてこの美味しい亀岡のご飯とともにいただく茶漬け、全然おかしくない、不思議。芋入ってるけど全然芋感じゃない。あのクドーネギが溶けてるので自然となんか九条ネギ雑炊みたいになってるの。これはね、ちょっと流行るんちゃいまっか、これ。うまいわ。重たくないのでさらっといける感じ、めちゃくちゃ美味しい。いただきました。2食目、次3食目に行きたいと思います。少なめですよ、少なめ。皆さんびっくりしないでね、少なめにしてもらってるからね。3食目来ました。お待たせしました。はい、店長またなんかドドンと来ましたよ。さっきのお茶漬けからまた、はい、九条ネギコロッケのおうどんに、いや、油かす、大阪とか京都とかでは結構有名な油かすをピッキングして。これ油かすめっちゃでかいですね、はい、こんなふんだんにどら焼の味を楽しめるのはこれですよ。シンプルイズベスト。ではちょっとね、かすがね入ったさっきのお出汁にこちらからいただきたいと思います。あー、うまいわ、ほんまこの出汁うまいわ。なんかもう出汁ほんま、カスの風味がねふわんとして美味しい。まずこのおっきい私の大好きなカスちゃん、うまっ、めちゃくちゃうまい。これにさっき同様ミトラちゃんの九条ネギコロッケがまたほんといい味出すわ。これこんな七変化で、最高。お腹いっぱいでも食べれるわ。何回も言いますけど、私これ3食目
定食から始まりね、トラマンマ食べて、トラマンマ食べて、ほんでうどん、これ全然いけるわ。お腹いっぱいなんやけどもいける。うまい。今日水戸屋さんで3食も食べると思わへんかったけども、3食食べましたよ。定食で、黒豆、そしてたけのこ、そして九条ネギ3種類いただきまして、本当に社長さんが言ってたようにお酒に合うコロッケ、そしてもちろんご飯にも合うコロッケ、素材を生かした京都にこだわっためっちゃ美味しいコロッケいただきました。では最後までご視聴ありがとうございました。みゆみゆはんなり京都 TV、 チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。社長さんと店長さんと店員さん、みんな待ってますので、ぜひ来てください。美味しかったです。ごちそうさまでした。